ばんは。やっほー皆さん。やっほー皆さん。よし。こんばんは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 。今あやぱんセレクトの公演。私セレクトの公演今日だっけ。そう、あ、お、そうなんですよ。なんか DMM さんでね、2期研究生がセレクトした公演が配信されるみたいで、私はね、放課後フェスミニスタジオの12月にあったミニスタジオの放課後フェスをセレクトしました。そうだから今日はそれが配信されてるってことなのかな。そう、すごいあれ楽しかったなって思ってあれをセレクトしました。そうなんだね。こんばんは。ねえ、今日クワトロね、中止になってしまって。そうなんですよ。ちょっとね、残念な感じではあるんですけど、でももうしょうがないことなのでね、次クワトロがあるときに、そう、もっとね、いい状態でっていうか、もっとたくさん練習して、もっとより良い公演を皆さんにお見せできたらいいなって思います。結構ね、やっぱタムキチがね、タムキチがいなくなって5人バージョンになるから、結構立ち位置とかもやっぱ変わったりとかしてて、そう、結構みんな忙しい中、本当に何だろう、5人になるけど、もっとなんて言うんだろう、パワーアップした、そう、5人になっちゃったからって思われないように頑張ろうってみんなで言って、結構自主練とかみんなで頑張ったりしてたから、そう、だから次ある時にもっとね、良くなれるように頑張りたいなって思いますね。思いますね。炎上さん、花火ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。兼任はないんじゃないかな、多分5人だと思うよ。こんばんは。なんかミニスタってさ、結構クワトロで6人でやった期間が短くて、本当にクワトロって1月から始まったじゃないですか、今年のクワトロ公演って1月から始まって、1月とか最初の 3,4 ヶ月ぐらいはサラちゃんが休業してたからいなくて、5人でやっててずっと、だから5人の時のクワトロ公演って愛子ちゃんとゆらちゃんがソロで歌ってたから、そう、君についてと枯葉のステーションを2人が歌ってたから、そのイメージしかなくて、私はクワトロ公演って言ったら、だからすごいね、その曲が、なんだろう、クワトロイコールその曲っていうイメージがすごいあるんですけど、私は。そうで、サラちゃんが帰ってきて6人で始めて、でもタムが卒業しちゃってまた5人になるから、なんか悲しいなって思っちゃうね。
6人でやった期間がね短かったよね、クワトロは。うん、フリダムさんハートありがとうございます。私で10人分ある、やばやば。パンちゃんセレクション公演拝見しました。おありがとう。どうでしたかミニスタジオ。あれさ、あれ確かあのあれだよね、最初が竹内先輩の衣装から始まるやつだよね、放課後フェスね。ーこんばんは、こんばんは。今日は七並べのランキング発表をしたいと思います。ごめんなさい、ね、本当に皆さん遅くなってしまって、7月分のランキング発表をします。今日はなのでもうちょっとしたらね、したいと。やっぱ広島暑かったと。広島今日、今日ね、わかんない、いつも通り。赤月マンさんかわいい、ありがとうございます。昨日に帰省みんな浴衣で配信してたって。あの私ですね、明日しようかなって思ってるんですよ皆さんどうですか。昨日、今ってさ浴衣祭りってやってるの？私昨日配信できなかったから明日浴衣配信しようかなって思ってるんですけど、明日とかでもギリギリセーフだよねギリギリセーフでしょ明日。なんかまだ8月だしギリギリセーフかなみたいな思って、明日しようかなって今のところ予定してます。ガリアンコさんだるま100個ありがとう。文兄ちゃん赤月マンさんかわいい、ありがとうございます。あ、さっき言ったセーフだよね。なんかもう夏終わっちゃうけど8月だからまだ大丈夫きっと。こんばんは。このなんかショールームのさこの背景がめっちゃ豪華ですね、豪華。うん、てっちゃんいいねありがとう。きょうさんハートありがとう。こんばんは。なので皆さん明日見に来てください。夏っていつまでなんだろうね。9月も夏じゃ夏だけど、私の中で結構なお盆過ぎたらさ結構暗くなるの早いじゃないですか夜。そうだから、あなんかだんだん夏終わってくるなみたいなイメージだけど、まだなんか全然今は7時でもちょっと暗いねもう。こんばんは。暦ではもう秋だよって、確かにね、確かにいた、暦では秋だよね。私高校の頃にその暦の読み方みたいなやつをすごい習ってたんですけど全然覚えれなかった全然分かんなかった。好きな季節秋です。秋春夏冬かな。こんばんは。あ、乃木坂さんの新曲聴きました、めっちゃ可愛かった。
おしゃれな感じの曲だったね。聞きました？皆さん。聞きました？今日はハーフアップ、そう、今日はちょっと結んでる、今日は結んでるよ。うん、弥生、弥生って3月だよね。いや、そういや、そういうのじゃない、なんか暦のさ読み方みたいな、なんか難しいのあるじゃん。 なんだっけ、 立春とかそういうやつ習ってたんですけど全然わかんなかった。こんばんは、こんばんは。そう、旧暦みたいなやつ難しいよね。こんばんは。ちょっとテロップ書いとこうかな。ランキング、七並べ、七並べランキング発表。この絵文字はダメだ、この絵文字はダメだ。こんばんは。モノモノパンさん、星ありがとう。こんばんは。ちらちら。そう、昨日と今日と、そう、ゆっくりしてます。うん、そう、昨日バンジーがね中止になっちゃったんですよね。中止になっちゃったんです、バンジーが。昨日だよね、そう、昨日だ、昨日。そう、本当にもう昨日、おとといだから、おとといレッスンあったんですけど、結構夜ぐらいまであって、レッスンがおとといで、もう本当にもう明日どうしようって、もう明日もう本当にもう絶対無理だって言ってて、なんかゆらちゃんとかにもどうしようってずっと言ってたんですよ。明日もうバンジーどうしようってずっと言ってて、なんかあやぱんで1時間ぐらい尺取りそうとか言われたんですよ。でもあー、もうどうしようってずっと言ってて、そう、本当にもう早く寝なきゃと思って、そのレッスン帰ってきて早く寝、明日早かったんですよ予定では、だから早く寝なきゃと思って、そう、そしたらなんとなんと夜中に連絡が来てて、そう、わーおーってなりました。うん、そうなの。きっと皆さんはめちゃめちゃ見たかったであろうバンジーそうなんです。今日夢にあやぱん出てきたよ。私が持ってるカニ、カニを欲しがってた何それ、カニ欲しかったんだ私。
カニ美味しいよね。でもカニ美味しい。見たかったよね、きっと皆さん。だよね。確かに今ただ12日の昇格ライブ無事に開催できること願ってるようだって。確かにそうですね。どうなるかまだ何もわからないよね、今のところ。今のところは分かりません。でもどうなるんだろうね。どうなるかな。こんばんは、こんばんは。ねえ、昇格結構本当にレッスンとかもどうなるか分かんないから、そう結構もう本当に詰め詰めでやってたんですけど、レッスンとか覚えることとか結構あって、僕はパンちゃんにコンビニに連れて行かれてマリトッツォを買わされる夢を見ました。だって買わされたんだ私に。マリトッツォ、コンビニにさマリトッツォって売ってる？私見たことないかも。そんなにマリトッツォが食べたかったのかな、私は。きっとその夢で。どうなるんだろう。パンちゃんが夢に出てくれないんですが、だって。ちなみに私が夢に出てきたことあるよって方いますか？なんかさ、人のさ夢に出てくるってさ結構すごいことだと思う、本当に。すごくない？結構な、なんて言うんだろう、結構なことじゃないですか、人の夢の中に出てくるって。今日出る予定です。すごいね、出てきたら。最近頻度が増えてきた。本当に？本当に？こんばんは。出てくれることを祈ります。出てきてほしいんですか？100枚出しして握手してる夢見たことある。というか夢見ない、あ、夢を見ない、もうその前に夢を見ない方もいます。パン焼いてた、すごい。夢の中でも。いつ出てくるか教えてください。わかりません。そんなのわかりません。私夢でも確かに結構やっぱ STU に入ってから STU の夢を見ることがやっぱ多い、まあ、そりゃそうなのかな。メンバーが出てきたりとか、その STU の夢でも結構変な夢が多いんだよね。そう、なんか舞台ステージ裏の、なんて言うんだろう、ステージ裏が変な風になってる夢とか結構見るんですよ私。なんか前にも話したかもしれないけど、ステージ裏がショッピングモールになってて、そこで普通に買い物が行われてる夢とか。そう、なんだろう、私だけ取り残されてステージに間に合わなくてみたいな夢とか結構見るんだよね。そういう夢が結構ね多い。多い。レッスンの夢は見ないです、そんなに。とか見たことない。
ガワさん、ヨーヨーありがとうございます。メンバーと会う頻度が多いから、あー確かにそれも、あーでもそうだね、それもあるかもしれない。そういう会う頻度とかが高かったらやっぱ出たりするのかな、日常的に。でもそうだね、昨日はパセとリネちゃんとロケしてました、一緒にロケしてたの、いいな楽しそう、そこの空間行きたい。ナッカーさん花火ありがとうございます。ソロ公演してる夢、そうなんだ、すごい、ソロ公演。30分になったらランキング発表しよっかな、七並べランキング発表30分になったらします。こんばんは。ねえ皆さん見てほしい、これ妹からもらった、じゃん、私の絵です。すごくない、可愛くない、しかも結構似てる、似てると思いません？なんか妹めっちゃ絵うまいんですよ。このさ、お花とかさどうやって描いてるのかなって思ってめっちゃ見てた。妹そう優しい、優しい、そうなの。妹はね中1なんですよ。中にそう、このちょっとお手紙はねちょっと見せないですけど、このハッピーバースデーカードみたいな入ってて、そうこれ音楽が流れるんですよこれ音楽が流れるんだけどね、そうなんかこの音楽聴いたらめっちゃ泣けてくるんですけど、ちょっと皆さんにも聞かせたいからちょっと流すね流すね、いきます。感動しません？このじゃんじゃじゃんじゃん、ちょっとクリスマスかなみたいななんかオルゴールみたいな感じの音楽で、なんかこれ音楽鳴るんだと思って流したら、なんかめっちゃすごい感動的なメロディーじゃんと思って、めっちゃワーオってなって優しい音色、素敵な音だよねこれ、すごいすごい嬉しい そうなんかクリスマスっぽいよね、そう聞いたら落ち着く、なんか病院とかでなんか流れてそうな音楽、ねえ。炎上さん可愛い、ありがとう。けいちゃんハート、ヨーヨーありがとう、可愛いもありがとう、文兄ちゃんありがとう、ヨーヨー
そう、聞いただけで幸せな気持ちになる。こんばんは、こんばんは。手紙も泣けた。なんかすごい文才っていうの、なんていうんですか、がうまい、うまい。なんかこういう文章も書くの、私さすごい姉バカなんです、めちゃめちゃ。だからすごい妹はずっとちっちゃいイメージがあったから、こんな文章も書けるようになったんだねっていう気持ちなんですよね。そう、いつの間にかこんな素敵な文章を書けるぐらいに成長したんだねっていう感覚なんですよね。こんばんは。え、全然漫画とか描けると思う。漫画多分好きだと思う。けいちゃん、バラありがとうございます。昇格してパンちゃんの生誕祭があったら妹さんにお手紙書いてほしいです、だって。私さ、お手紙、なんか生誕祭ってお手紙があるじゃないですか。私絶対泣くと思う。私お手紙系本当に弱いんですよね。そう、お手紙系弱い方いますか？え、でもみんなそうだよね。お手紙系ってさ、めっちゃ感動しない？なんか自分のために書いてくれてるんだって思ったらさ、なんかめっちゃ感動するよね。あ、そう、さやかりんスタンプ、そうスタンプ、そう、見た。私の似顔絵も描いて、すごいよね、全員分のさ似顔絵描いて。私はえっていうやつでした。えっはてなって、なんかん、もう一回言ってみたいな感じかな。うん、ちょっと違う、えっどういうことみたいな感じ、それはどういうことみたいな感じかな。どういうシチュエーションで使うんだろう、あれは。どういうことみたいな感じだね。え、それはどういうことみたいな感じの時に、あと何ですかもいけるね。それは何ですかの時、えっていう。確かに使いやすいかも、使いやすい。MC の時よく言ってるイメージ。そうかな。私えっていうの結構、えっというよりはえっとか結構口癖かも。あ、でも絵も言うかもしれない。あいう絵の絵が結構口癖かもしれないです。すごい、やっぱすごいね、口癖分かってるのかな。けいちゃん、バラヨーヨーありがとうございます。あ、ヨーヨーじゃないや、花火だ、ありがとう。じゃあ30分になったからランキング発表したいと思います。七並べの遅くなり申し訳ございません。第43回推しメンイベント、100位から38位までは読みます。いきます、読みますね。100位、9233、99位、もちもっちさん、
98位、愛子寺の笑顔が好きさん。97位、リンゴパンタムさん。96位、ノーネームさん。95位、おもももちさん、あ、間違えた、おもももちさん。94位、湘南の空さん。93位、七並べ難民エイトくんさん。92位、 YO さん。91位、グリオさん。90位、シーマさん。89位、ゆうきゅうさんかな、ゆうひささん。88位、ゆうじさん。87位、ノーアットマーク元気だし店長さん。86位、えりさん。85位、あやかさん。84位、アクアさん。83位、美濃山美濃蔵さん。82位、ショートケーキさん。81位、クリキントンさん。80位、いややきゅん太郎さん。79位、すみっこずきさん。78位、一億一番読みは永遠さん。77位、田辺さん。76位、 P アットマーク永遠歌姫クルーさん。75位、 ST ゆうかさん。74位、ひょむさん。73位、ヘギオさん。72位、まことさん。71位、ぐわしさん。70位、ダンナッチさん。69位、かつやさん。68位、ランゲルハンストオキオさん。67位、あやぱんがかわいいさん、ありがとうございます。66位、かたんしかあやかさん。65位、ぴょんさん。64位、てちぽんさん。63位、こぎつね37さん。62位、たにさん。61位、パレットさん。60位、ものものぱんさん。59位、かずぽんさん。58位、メインさん。57位、よしくんさん。56位、かずういさん。55位、そらぴさん。54位、かすけさん。53位、なぞなぞねるねるさん。52位、だゆうさん。51位、へるやんさん。50位、スマホさん。49位、みやちゃんアットマークあゆみんぞくさん。48位、ポチローさん。47位、よっこいしょういちさん。46位、しばしばさん。45位、たけさん。44位、まなさん。43位、ゆめなさん。42位、佐野一応かやぶした門脇さん。41位、バンザイジャパンさん。40位、せいみさん。39位、まめっち師匠。38位、万年課長さん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい嬉しいです。ランクインおめでとうございます。ありがとうございます。なんか知らない方がさ、知らないうちに私のことを推しメン登録してくれてるの嬉しいね。ありがとうございます。嬉しいです。よし、では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 37位から37位から29位まで発表します。ででん、37位、福田パンさん。36位、マツくんさん。35位、エリハさん。34位、ドラゴンリングインさん。33位、 STU 箱押しかりさん。32位、ひらさん。31位、しおねさん。30位、ナッカーさん。29位、ウケルさんです。ありがとうございます。ありがとう。わあ、見えますか。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとう。ありがとうございます。
ついて28位から20位、でん、28位ひなのさん、27位星野まさきさん、26位ぬこでいさん、25位ぶんにいちゃん、24位すぎやんさん、23位いもーすさん、22位カフェかカフェオレピさん、21位はじめさん、20位ロマロケ地球人さんです。ありがとうございます。あやぱめっちゃ字綺麗やなって、え、字褒められることあんまりないんだけど嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。見える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 、ありがとう。まあ一応ね、一応皇室習ってたんですけどね一応ありがとうございます。オッケー、続いて19位から11位、じゃん、19位猫パンチさん、18位ナイキさん、17位三太郎さん、16位タナベッチさん、15位ヨウさんさん、14位カズッチアットマークアヤパミンさん、13位クニさん、12位ティーライダーさん、11位ライゾさんです。ありがとうございます、ありがとう。私の文字ってどういう系だと思いますか丸文字だと思いますか、それともカクカク系だと思いますか。ありがとうございます。それともなんか標準っていうか普通系だと思いますか。ちょっと聞いてみたい、どういう系なんだろうっていう。可愛い系なの私の字って。嘘でしょ、私結構カクカク系かと思ってたんだけど。優しい字って何ミックスって何のミックス。見やすい系、あ、見やすい系ね。でも見やすい系って言われるのすごい嬉しいです、嬉しいです。女の子っぽい字、あ、そうですか、そうなんだ。あ、角川系ね、角川系らしいよ。あ、なるほどね、角川系ね。えー、嬉しい、ありがたいでは10位から4位の発表をしたいと思います。じゃん、10位アットマークあやばみんさん、ありがとうございます、ありがとう。9位せいじアットマークカレーパンさん、ありがとうございます、ありがとう。8位ともにーさん、ありがとうございます、ありがとう。7位みつさん、ありがとうございます。見えてますか、見えてるよねありがとうございます。わあ、6位炎上さん、ありがとうございます、ありがとう。そして5位ゆうじろうぱんさん、ありがとうございます、ありがとう。そして4位ゆうかさん、
ありがとうございます。ありがとう。こちらトップ10の皆さんでございます。ありがとう。トップ10の皆さんです。ありがとうございます。出航ポーズ。確かにひらがな多め。全員ひらがなとカタカナ。まあでも大体そうですよね。大体そうだね。あ、でもそんなこともないか。よし。とても素敵な字でしたよ。本当ですか。ありがとうございます。でも多分昔の方が字綺麗だった、私。では第3位はじゃん、あーちゃんです。ありがとうございます。銅メダルです。銅メダル、あーちゃんありがとう。なんか症状みたいな感じです。ありがとう。ドゥン、はい、だって。ありがとうございます。続いて第2位はじゃん、ニコニコさん。ニコニコさん、ニコニコ、ありがとう。ニコニコさん、ありがとうございます。ニコニコさん、ありがとうございます。第2位銀メダルです。そして第1位はでん、クレセージンアットマークあやぱみんさんです。ありがとう。第1位です。ありがとうございます。嬉しいです。うん、ありがとう。こちらこそありがとうございます。金メダル。ありがとう。トップ3の皆さんおめでとうございます。症状どうぞ。すごい、なんか欲しいですかこれ。ありがとうございます。100位以内にランクインされた方、ありがとうございました。また、あ、土田さんありがとう、見に来てくれて。ネモハモルーマーさんありがとう、見に来てくれて。こんばんは。あ、捨てないですよ。ちゃんと保存しとけ、しとくんです、もちろん。今月またね、もう終わっちゃうんですけど、8月も。ぜひよろしくお願いします。私のカードで並べてくださったら嬉しいです。こんばんは、こんばんは。では七並べランキング
終了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 です。ありがとう。お金持ち先生、花火ありがとうございます。遊びに来たよってありがとう。こんばんは。テロップ消すね。パンちゃん何位だったのって。私多分入ってない入ってない、この第43回は。私は名前を今日は呼んでないです。そう、今結んでます髪の毛。なんかここでね結ぶと髪のボリュームを抑えられるって最近思って あいいなって思ってしてますうん、少なく見える。そうなの、本当は髪の毛の量もこれぐらいにしたいんですけど、それは無理みたいですね。やっぱなんか髪が跳ねちゃうから無理らしい、それは。明日浴衣配信するので、髪型どうしようかな、どうしようかな、髪型自分でなんかできるようなやつしかできないけど、早く昇格していろんなヘアアレンジね。そうなんですよ、なんかちょっと世界変わるのかなって思うちょっと世界変わりますかね、アレンジできるようになったら。ヘアアレンジ今は本当にもうストレートしかじゃないですか。だからもうそれしかやっちゃダメっていうのがもうあるから、特に嫌だってとも思わないんですよ。そのストレートもうそれがもう普通だから。そう、ヘアアレンジしたいのにとかそういう感じではなくて、もうそれがずっと加入してからずっとそうだったから、それが普通なんですけど、なんかね、だからヘアアレンジできるようになったらちょっと世界変わりそうな気がするんだよ。折り鶴タワーの時の髪型、ああこんな感じだった気がする。ハーフアップみたいな感じだった気がする。そう、浴衣ってさ、アップも可愛いけど下ろすのも可愛いんだなってちょっと思いましたね。浴衣といえば髪をちょっとアップしてるイメージだけど、なんか下ろすのもいいなって思った。そう、昇格したらアフロなんでなんでアフロにするの。うん、髪がね負けるっていうのが結構大きいですよね、やっぱ昇格して。昇格して、てか浴衣自分で着れるのって分かんない分かんない
着れないかも。私さ、浴衣配信あったじゃないですか、2期生全員で STU チャンネルで。あの時ね、ゆなゆなに着せてもらったんですよ、浴衣。そう、ゆなゆなが浴衣着付けできるって言って、だからやってもらった。そう、すごいありがたかった。なんかみんな結構自分でやったりしてたんだけどね、私本当にどうしてもできなくて、やってもらった。でもね、りねちゃんもあの他のメンバーに着付けしてて、めっちゃかっこよかった。すごいよね、なんかさ、人にさ着付けできるのってすごいなって思った。本当に炎上さん、だるま100個ありがとうございます。そう、ゆなゆなはもう着付けをなんかよくやってる、やったことあるからわかるって言ってて、そう、りねちゃんなんかそういうイメージなかったからさ、すごいできるんだなって思って、めっちゃすごいって思った。その手つきがすごいんですよ、やっぱできる人って慣れてるっていう感じの、すごい。そう、りねと私最近りねちゃんがめっちゃツボなんです。そう、ツボ、本当にツボなんですよ。ツボタン、ツボタンなんです、本当に。なんかね、この間のレッスンの時も本当に笑ったんですよ。もうなんだろう、もう本当に面白くて、そう、結構前から言ってるかもしれないけど、本当にりねちゃん面白くて、なんかもう見てたら元気出る、本当に。炎上さん、だるま100個ありがとうございます。あ、ずっと言ってるかも、ツボって、ずっと言ってるかもしれないけど、いや本当に面白くて、最近特にすごい思うんですよ。かっこいいさポーズをしないといけないところがあって、レッスンでりねちゃん隣にいたんですけど、これもう本当に面白くて、もうその光景をちょっと皆さんにお見せしたいけど、まあ無理なんだけどね。本当に面白い。りねちゃんどういう面白さ、なんかりねちゃんは普通の顔してめちゃめちゃ面白いこと言うんですよ、それが面白い。なんかめっちゃね、なんて言うんだろう、今までに出会ったことない、出会ったことない面白さなんです。本当に、どんなポーズだった、なんかみたいな、なんていうの、ドラゴンボールみたいな。違う、ドラゴンボールってどうだっけ、カメハメハみたいな、なんかみたいな感じの。めっちゃ面白かったの。まあちょっとね、詳しくは言えないんですけど、ちょっとツアーのやつだから、ツアーのレッスンだから、とにかくちょっと面白かったんです、本当に。そう、
そうなんですよ、本当に。あ、これは振りじゃなくて普通に自分で考えたポーズなんですけど、あやぱんから見たリネタの第一印象、第一印象、あ、第一印象はめちゃめちゃ可愛いって思ってます。え、なんかオーディション、最終オーディションの、最終オーディションの時って最後の最後にお見送りがあったんですよ。最終オーディション本当に合格して、合格した本当にすぐ合格した人たちでお見送りがあって、ファンの方のハイタッチしたんですけど、その時にリネちゃんが近くにいた時に、あ、リネちゃん、私知ってたから、リネちゃんのことめっちゃ可愛いって思ったのが、まあ、第一印象なんですけど、でもあの最初の頃は距離が結構あったリネちゃんと私すごい覚えてるんだけど、まだ全然話したりとかしたことなかった時にリネちゃんにあのすごい敬語で話されて、めちゃめちゃそうだけど、リネちゃんは普通の顔して敬語で話すから、なんか私もどうしたらいいか分からなかった。そうだけど今は全然、なん全然リネちゃんの方が本当にお姉ちゃん、お姉さんって感じなぐらい、めちゃめちゃなすごいしっかりしてて、そうなんだけど、最初は敬語で話されたすごい記憶がある。ガワさん、星とヨーヨーありがとうございます。そう、リネちゃん今めっちゃなんかお姉さんって感じ、私の中ですごい大人って感じ。え、そう、あの本当にアイドルオーラ、もうアイドルだったんですよ本当に、もうオーディションの頃から。で、あ、すごいって思った。そう、そうなんです、最近のねすごいツボですなんですこんばんは、こんばんは。皆さんのツボメンいますか、ツボメン。皆さんにとってツボメン誰かいますか。なんか元気が出る、この子を見てたら元気になるっていうツボメン。こんばんは、こんばんは。りんこちゃん、りんこちゃんね、あー、わかるかも。でも面白いよねこの間すごい面白かったのが、なんかレッスンの時にりんこちゃんのマスクが呼吸したら、マスクがなんか呼吸と一緒にマスクが顔になんかペタッてなるんですよ。だからそれをダンスの先生になんか、え、そのマスク面白いねみたいな言われてて呼吸したらさ、マスクがさ、こう、なんていうの、あの呼吸と一緒にこうなるんですよ。こうなってるじゃんマスクって。だけど呼吸したらこう顔に張り付くみたいな。そう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 。でそれでダンスの先生がそれすごい笑っててそう、それすごい面白かった。そう、すごい、りんこちゃん本人もすごいめっちゃ笑っててすごいそれ面白かった。
下尾美優さん、下尾美優さん、下尾美優さんのさダンスめっちゃ好きなんですよ。めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいよね。なんかしなやかな、がっつりだけどしなやかなダンスで、すごい憧れるダンスだなって思います。うん、お疲れ様です、お疲れ様です。高崎彩子、高崎彩子ツボなの、そうなんだね。高崎彩子、普通にショールームで体重公開してるって、ツアーの MC でも普通に公開してなかったっけ。こんばんは、こんばんは。そう、山口県代表の下尾美優さん、ネモハモルームはの選抜にも入ってるじゃないですか。ね、ダンス見た時にめっちゃかっこいいなって思って、そう、私何かの下尾美優さんが踊ってる、なんだっけ、なんかの動画を見て私振り覚えたことがあって、一個何の曲だったっけ、何の曲だったっけ、あれかも、野蛮な求愛かもしれない、んー、そう、野蛮な求愛だった気がする、確か。だった気がする、ん、違うかな、あ、ん、何だったっけ、思い出せない、多分そうだった気がする。そう、やんな求愛ですを多分踊られてて、そう、それを見ながら覚えた記憶がある。あれ違ったかな、ノーエマンだったかな、違う、ノーウェイマンだ、ん、ノーウェイマンかもしれない、ノーウェイマンだ多分、ん、ちょっと忘れちゃった、忘れん坊キャラ発動、確かノーウェイマンだったと思うんだよね。ノーウェイマンです、ノーウェイマンだ、ノーウェイマンでした、今ちょっと記憶が降りてきた。そう、ノーウェイマンを撮った時にその動画をゆっくり見て頑張って覚えた記憶がある。ノーウェイマン懐かしい、懐かしいね、ノーウェイマン、確かノーウェイマンだった気がする。ノーウェイマン踊ったのももう半年前とか。過去一楽しかった夏の思い出って何だったのですか、ん、過去一なんだろう、過去一、過去一楽しい夏の思い出、わかんない、あ、これだ、ノーウェイマン、これです、
そう、ノーウェーマンだった、ノーウェーマンだった、そう、そうなの。7000しずさん、ハート100個ありがとうございます。こんばんは。今何話してたっけ。そう、ノーウェーマン、あ、そう、ノーウェーマンの話、スタジオの先輩とやったんですよ。懐かしい。もう踊れない、きっと。もう忘れた。あ、でも踊れるかな。うん。うん。ヤパンはいつも何を見てつぼるのかな。私何を見てつぼるかな。でもつぼるとき私めっちゃつぼるんですよ。だけどね、私さ、つぼが浅いときがあって、そう、つぼ浅いときって私思い出し笑いめっちゃしちゃうんですよ。だからすごい危ないのが、例えばダンスの先生とかが真剣な話してる時とかにすごい思い出し笑いしそうになっちゃうんです。そう、それが本当にいつもヒヤヒヤしちゃう、自分でも。そう、ちゃんと真剣な話だから、そう、笑っちゃいけない場面なんだけど、ふとその降りてくるの、頭に面白いことが。例えばなんかリネちゃんのその面白いこととかがツボが浅いと降りてきちゃって、そうなの。で、超浅いときめっちゃ浅いんだよね、本当に。そうなんですよ。なんか何でも面白くなっちゃう。あとリコちゃんとか結構私つぼるかもしれない。レッスン中のリコちゃんとか結構つぼって、思い出し笑いしちゃったりする。そう、集中しないとダメなの、集中しないとダメなんだけど。あー、色モネはね、私絶対無理だ。パンちゃんがマジで面白い話するときは話す前からめっちゃ笑ってる。あー、でもそうかも、私そうかもしれない。私面白い話するとき自分でめっちゃ笑っちゃうから、面白いのかどうか伝わらないっていう。そうなんだよ。だから面白さをみんなに伝えられないのがすごい悩み。私それ悩みだな。そう、話す前に自分が笑いすぎて、そう、結局何が面白いのってなるパターンが多いかもしれない。確かにね。それ直したい、それ直したいな。例えば MC とかでさ、そう面白い話をするときに、そんな自分が先にさケラケラ笑ってたらさ、なんで笑ってるのってなるからそれちょっと直したいですね、それ。うーん、確かに、確かにね。マキマキさん、花火ありがとうございます。絶対やらない方がいいよね。うん、そしたらウケないもんね。そうだ、そこもちょっとね直せるように
直せるように頑張ります。なんか上手い人はさ、すごい話すのとかすごい上手いじゃないですか。すごいなって思う。矢野さんとかすごい上手い。面白いじゃないですか、話がね。もっともっと上手くなっ、そう、皆さんじゃあ MC を期待しておいてください。私のめちゃめちゃ言葉口が達者になってMC でもう笑いを、大笑いを取れるように頑張るので、皆さん期待しておいてください期待しておいてね。ということで終わりたいと思いますと13位クレ星人さん、ありがとうございます。12位ミツさん、ありがとうございます。11位渡辺さん、ありがとうございます。10位裕次郎丸さん、ありがとうございます。9位ギルスさん、ありがとうございます。8位マツカンさん、ありがとうございます。7位ラブリー48さん、ありがとうございます。6位モノモノパンさん、ありがとうございます。5位ナッカーさん、ありがとうございます。4位マキマキさん、ありがとうございます。3位ケイちゃん、ありがとうございます。2位お金持ち先生、ありがとうございます。1位は炎上さんです。ありがとうございます。ありがとう。七並べランキングもありがとうございました。ありがとう。では明日は浴衣配信、あ、予定です。明日でも明日浴衣配信する予定ですので、そう、明日もしできなかったら明後日でも明日やる。なので明日も来てください。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。おやすみなさい。メール送ります。バイバーイバイバーイ。